皆さんこんにちは、チャングソクです。くんちゃんサンタのプレゼント抽選会 LINE ライブが始めました。ようこそ。そして皆さん、こんにちは、こんばんは、本日司会進行させていただきます、ヘプから始まる藤原智樹です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日はチャングソクさんと一緒に楽しい番組を、はい、作っていこうかなと思うんですが、もう始まって1分も経っていないのにものすごいコメントと全然見えないじゃん。めっちゃ早いから、どうやって読める？いや、スタッフさんからは、はい、コメントを随時、はい、拾うようにと、そうなんですね、言われているんですが、はい、いくら動体視力がいいチャン・グンソクさんでもってもこれはなかなか難しいんじゃないですか。はい、難しいですけど、はい、でも本当にいい世界ですよね。これでみんな普通今スマートフォンで見てることじゃないですか、はい、そうですね。で一緒に会面見ながら、うん、僕の、話とか聞いて自分が気になることとか直接出力して一緒に話すことがすごいですよね。なんかこう通じ合っているという、うん、こう気持ちになりますよね、はい、さあそう言っている間にもう400コメント突破しました。では今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハートもたくさん届いてますね、うん、はい、本日の LINE ライブで何をするかというと、12月14日に発売されましたチャン・グンソクさんのユニバーサルミュージック遺跡第3弾シングル抱きしめたい僕の願い事発売記念として CD に、投入されているぐんちゃんサンタのプレゼント抽選会を生配信で行います。めっちゃ長かったんですよねいやでももうすぐクリスマスですから、はい、あれ今日はぐんちゃんサンタが登場するかもしれませんね。そうですよね、多分今年最後の来日になって、はい、多分もっと特別な皆さんと特別な時間を一緒に作りたかったし、はい、そして、もうそろそろクリスマスですから。そうですね、この週末みんなとすごく楽しいな思い出を作りたいなと思ってこの時間を作ってみました。そして今日は僕だけじゃなくて、トナカイ君もいらっしゃるんですけど、このぐらいはトナカイ様ですよね。いやちょっと太って遅かもしれない。なんとか準備すること遅いかもしれないけど、でもやっぱりあの冬なので、はい、やっぱり蓄えてしっかりしてものすごいたくましいトナカイと一緒に、今日、ぐんちゃんサンタもしかすると登場するかもしれません、はい、今回の生配信で発表するのは J ショーのぐんちゃんサンタから生電話3名様。いいね。いいんですか？直接電話することですね。直接やりたい。いいですね。そして K ショーのぐんちゃん私物プレゼント3名様にプレゼントいたします。それでエピソードがありますよ。あ、それぞれ、はい、韓国で先週日本来日するとき、なんかこういうイベントをするためなんとかうちから持ってこなきゃだったんですけど、途中に忘れちゃってたんですよ。うちであのパッキングしてそのまんまで忘れちゃって、一回空港に行くときうちに戻ってもう持って空港に行きました。いわゆるこうファンの皆さんにプレゼントするものを、そうですね、やっぱりどうしてもそれを、はい、渡したいという気持ちから私のドレスルームに直接入っていたものを持ってきました。直接自分の手で。どんなものか楽しみですね。レアタムだよ。レアタム、あ、もうレアアイテム、はい、コメントもう4000を突破しました1個は読みましょう、はい、頑張ります。ぐんちゃん大好き、さらげさらげありましたね。ものすごい勢い、もう今日本全国が次もっと早くになった、チャン・グンソクさんで湧いておりますが、その皆さんお待ちかねの抽選会の注意事項、ここでご案内させていただきます。ぐんちゃんサンタからの生電話ですが、まずぐんちゃんサンタが抽選箱から、抽選袋なんですけれども、そこからハガキを引きます。そこに、当選された方の電話番号があると思うので、そこに電話をかけます。でこのあと皆さんよく、聞いてください。限られた時間の中、多くの方へ、チャンスが訪れるよう5回コールして出なかった場合は次の方へ抽選券が移ります。いわゆるプルルル、これがもう1回です。1回、はい、でこれが5回になっても出なかったらパスですね。残念ながら
ここでアウト終了です。はい、はい、次の方に、チャンスが巡っていくということですね。皆さん5回ですから肌身離さず電話を持ってください。多分スマートフォンで、そうですね、ご覧になってると思うのですぐ出られると思うんですけれども、はい、でもあまりに焦って電源ボタン押さないように、多分もう興奮して切っちゃうかもしれないので、そうかもしれないね、一回こう鳴り始めたら一回深呼吸をして、うん、で、通話ボタンを押しても十分5回以内に、取ることができるので、で、話していただいて、まあ、時間が限られているので、時間終了になったら僕が残念この鐘を鳴らします。それで、生電話終了ということになります。それまで皆さん楽しく放送をお届けしたいと思います。すいません、コメント今8000ぐらい以上ぐらいですよね。すごい、すげえ早い。あ、ぐんちゃん大好きやん。あ、イモチコン出ました。ものすごい、だからもう早すぎて、これ別にスタッフさんがスクロールしてるわけじゃないですもんね、うん、もう自然とこの速さじゃないとついていけないんですよ。こんなにそうなんです、すごく頑張ってるし。あ、でもスタンプも押してくださったり、はい、でもやっぱりハートが多いですね、コメントの中に。それだけは確認できます、はい、赤いハートが。あのスタンプは有料ですか？あのウサギのスタンプは有料のものもあれば多分無料のものもあるかなと。お金持ちだねめっちゃ転送してる。さあ、では抽選会行く前に今年のチャン・グンソクさんを振り返っていきたいと思います。まずはこちらの映像を見ながらお話ししていきましょう。お願いします。あー、久しぶりだ。今流れているのはダーリンダーリンですね、はい。こちらの歌、今回は女性の気持ちを歌った曲ということですが。そうですね、さっきその前、今年の一番大きな僕のイベントだったら、はい、多分レコード会社を移籍して、はい、ユニバーシャルでの初めてのシングルのイベントだったんですが、その時今回からはもっと日本人が聴きやすいな曲を作るため、日本のプロデューサーさんとか日本のスタッフさんから歌詞とかもらって、もっと日本っぽいな雰囲気で歌ってみようという気持ちで初めての、発表だったんですよね。もっと日本らしいな雰囲気、そして踊ることも入ってるし、はい、もっと日本っぽいな曲を作るため頑張ってみました。ちょっとかわいらしく、うん、でそこの中からなんかお気に入りの歌詞があるということで、はい、このもっと好きって言ってもいいですか。そうですね、そこともっと好きになってもいいですかという文章があるんですけど、やっぱり僕はライブがあるときね、ファンの方が直接うちから朝に起きて、はい、なんとか鏡を見ながら準備しながら、早くくんちゃんと会いたいな、早くライブ行きたいなという思った瞬間があるんじゃないですか、はい、でも逆に僕が韓国から日本に来日するときにも、はい、早くファンの方の前でなんとか新しい曲発表したい、はい、早くイベントしたい、歌いたいという気持ちを、歌詞で表現してみようかと思って、そういう好きな人を会う前までのその瞬間を歌詞で表現していました。ちょっとこうドキドキしながら鏡の前で洋服を合わせたりとか、はいはい、うん、なるほど。やっぱり一番ドキドキするのはどんな時ですか、チャン・グンソクさん。今でしょう。あどこで今でしょう。今ですよ。今緊張されてますか。いや、全然楽しみしてます本当ファンの方からコメントとかすぐ出ちゃうから、はい、それめっちゃ楽しいんじゃないんですか。いや、もう今でしょ、ありましたよ、はい、早速反応してくださいました、コメントで、うん、はあ、で、ミュージックビデオではエプロンも はい、着てましたけども、砂糖を作る校長の、はい、ストーリーだったので、多分校長で砂糖を一緒にみんなと作る、そういう内容でエプロンもやって作りました。実際のプライベートでのチャン・グンソクさんはいかがですか。まあ、エプロンをして、まあ、お忙しいと思いますが。そうですけど、お料理をしたり。料理します、うちで。僕はスイーツを作ります。あ、お料理はちょっとしないんですけど。基本的に料理すること好きなんですけど、はい、あんまりうちで一人で食べるための時とか、友達を招待した時、まあ、全部男たちだったから、はい、エプロンとか全然いらないじゃないの。脱いでまんまであら、セクシーな。パジャマのパンツで、はい、まあ、パンツなしでは
ダメだから。ダメですよね。パンツで上は脱いで、そのまんまでまあタバコをしながら料理することとか、それなんとか自分の気持ちでもなんかフランスの映画みたいな。いやなんかもうそれだけでも、はい、こうなんか映像を撮ってもいいくらいな。まあダイエットをしなきゃいけないですよね。いや、まあ、冬ですけど。じゃあ実際にお料理は、うん、たまに、はい、好きなんです。はい。今日の番組見たことある人みんな見たんでしょ。はい。日テレのポン。あ、ポンという番組に出て出演して、はい、朝9時から起きて今気持ち悪いです。めっちゃ疲れる。朝早いですもんね、でもスキリじゃなくてよかったね。スキリはもっと早いじゃん。それはね、でも事務所の方が調整してくださったのかなと思いますが、さあそしてあの今回シングルとしてはダンスを初めて披露したんですよね。そうですね、ミュージックビデオで、はい、でそこであの親指と人差し指の、あーもう早速してくださいました。そういうこういう感じ、はい、日本人こういう意味してます？最近ですね、はい、韓国から始めたかな。いや多分そうです、はい、このハートを、踊りながら表現したいという気持ちでやりました。まあ、普通一般的に俺全然知らなかったけど、はい、今回に初めて会ってみんなにこうやって挨拶して、なんかこう大きく一人でやるのは結構知ってる方多いと思うんですけど、これっては日本で猿じゃないんですか、はい、あ、猿こっちかもしれないですね。これ猿だと思って、はい、これより多分こっちの方がもっと現代的じゃないのかなと思いました。あ、確かにこう、まあ、可愛いハートに見えますからね、はい、うん、でもこれよりやっぱ生キスでしょ。うわー、ありがとうございます。もうすごいことになっています。最近一気にコメント数が最近はちょっと発展して倍速です。あ、またセクシーなポーズもいただいて、あ、もうハートがすごいですよ。これさ、もうどうやって拾うんですか。もうあまりに早すぎるんです、コメント流れるのが。注意するとすぐリアクションがありますよね。では続いての曲聴いていただきましょう。こちらです。エンドレスサマー、はい、今だから。これはどんな曲に仕上がってますか。僕が1年の中で一番好きな時が夏だったので、その夏の雰囲気でみんなともっと踊りたいな、そういう気持ちで、うなぎと永遠に夏みたいな気持ちで、まあ、この曲を聴いたらみんなと踊りながら夏の雰囲気を、終わらないでみんなで楽しみましょうという気持ちで発表しました。9月に発売してたんですよね、はいはい、でもこう夏が好きな理由ってあるんですか。あの韓国ソウルも夏暑いじゃないですか。めっちゃ暑いですよね、はい、それでも何かこう好きな理由ありますか。冬だって、めっちゃ寒いから家から全然出ないんじゃないんですか。普通にもう今寒いですか。ソウル今ソウルってマイナス5ぐらいじゃないの。顔が本当痛い。東京暖かくないですか。まだ暖かい。Tシャツで歩いて散歩してたよ。そうだけど、はい、夏にはなんとかやりたいとか行きたいという気持ちあるんじゃないんですか。野外とか、まあ、外に出たいとか、どうか海とか山とか行ってみんなとキャンプすることとか、はい、そういうこと欲しかったので、もっと活動的な雰囲気が夏だから、はい、夏の方がもっと好きですよね。で、まあ、こちらのエンドレスサマー、外での撮影も多かったかなと思うんですが、はい、そのミュージックビデオの撮影の時のなんか思い出とかありますか。そうですね、ダンスのこととか、ま、ダンスはあのプロモーションビデオでは全部日本のスタッフで、はい、日本のスタッフと日本で撮影してて、踊ることとか全部スタッフの方が日本人だったんですよ。もう全て、はい、日本の方で。ダンサーの皆さんも20人以上ぐらいだったし、はい、すごく、大きなサイズで撮ってたんですけど、やっぱりちょっと緊張してたんですよね。ちょっと前より一番今までやった踊ることの中で一番長かったんですから、はい、あ、実際に踊る時間がですか。はいはい、で普通にジャングルソックって音楽ってバンドのタイプだったけど、今回からはちょっと雰囲気を変わってこれも挑戦してみようかなと思って、やってみましたけど、やっぱり踊りは、自分の踊りが一番いいんじゃないのかなと思ってますよね。ああ、はい、どうですか、まあ、お忙しい中こうダンス覚える時間とかありましたか。練習期間とか全然なかったんですよ。撮影の日に初めて
実際に見て、はい、あの時から練習して、まあすぐ2時間後にすぐ撮影始めましたよね。並大抵の集中力じゃないんですね。そうかな、まあしなきゃいけないとダメですから。結構あの覚えることに関しては得意ですか、はい、まあ、台本もそうですし、はい、歌詞とか。まあでも一瞬すごく集中して、はい、集中力して撮影終わったらすぐ忘れちゃうからまあ今にあると多分何回もビデオも見なきゃですよね、はい、あ、じゃあずっと見ながら覚えて、はい、で結構体を動かすということは常にあるんですか。すいません、あ、でね、よくこう体は動かしたりするんですか、はい、韓国にいる時も。まあするんですよね。最近は、先月から運動にハマって、はい、ボクシングしてます。お、はい、で毎日活動的な冬を作るため頑張ってたし。なるほど、はい、ちょっとすいません、ストレートいただいてもいいですか、はい、いいですね。なんかもう痛みというよりも嬉しさが込み上げてきますねさあでは、続いての曲も男二人です。男二人で、クリスマスイベントしていますが、はい、続いての曲こちらになります。抱きしめたいという曲ですけど、はい、この曲は久しぶりのロックバラードを発表して、はい、冬にこの曲を聴いてるみんなの耳から、心まで温かくになれるんじゃないのかなと思いながらレコーディングしたんですけど、はい、今に聴いてもすごく今の雰囲気でもめっちゃ似合うんだと思うんだし、冬のスペシャルロックバラードなんですよね。これミュージックビデオでは今これですよね、H と書かれていた、これ多分屋上だと思うんですが、うわ高いですね。そうですね、40階だったかな40階建てのビル、めっちゃ高かったんですよ。でもあの11月だったんでしょう、あれめっちゃ寒かったし、はい、あと下に横になって、ヘリキャームで撮ったことあったんですけど、うわ本当に寒かったんですね。風もやばかったし、まあ、でもこの曲を聴いてるうなぎの皆さんを思ってみると、まあ、何でもないなかったですよね。いや、もうファンの皆さん思えば、すいません男一人で、いえいえ、はい、もう変な雰囲気になりますねでも逆に、まあ、東京は寒かったということですが、11月のソウルは暖かかったと聞きましたけど、いや全然、あの特に朝の6時から、準備してたんですから、うん、朝にはもっと寒いんじゃないんですか。で韓国の風とかめっちゃやばかったから、はい、特にあの撮影現場があるビルがあの川ハンガンの川のすぐ隣だったんですから、はい、その川の風もあったし、まあ、寒かったよ。うわ、でその中夜もう歌って、うん、でずっと撮影で、ミュージックビデオって長いじゃないですか、撮影が長かったんですよね、はい、朝の6時とか始めて夜12時、1時ぐらい、1時ぐらいに終わりましたよね。うわ、あ、そしてあの中に女優さんが出演しますけど、女優さんと一回も会ったこともなかったし挨拶したこともなかったんです。え、別に撮影して、まあ、スケジュールがいろいろ忙しいだったので、はい、別に撮影して、もう寂しかったんですよね。いわゆる、まあ、ミュージックビデオの中では2人のツーショットもないです、はいはい、まあ、反対側の方とか、じゃあもう全く別々で撮影をして、うん、はい、一緒に撮った瞬間も全然なかったし、被害説は違いだったんですけど、挨拶もしなかった元気ですか、出演してくれてありがとうございます、ね、ラインライブを通して多分見てると思うわ、でこのミュージックビデオを、これ何ですか、テープを逆再生するリワインド、うん、この技法を用いて撮影されたということで、これリバースリップ、リバースリップって、はい、多分ビデオをプレイすると逆プレイとかやったことあります？そうですね、そうすると音が完全に違う音が出るんじゃないんですか、はい、例えばこんにちはってわちにゴンじゃなくて、はい、変な音で出るんですから、それをあとカメラの下に字幕で作って、それを思ってそのままで逆プレイで歌ってみましたよね。でこれ怖いな音になったの、うわー、でもそれを再生すると普
通の言葉に聞こえるということなんですよね。そうですね、一回初めてに挑戦してたんですけど、はい、あ本当に絵も良かったしビジュアル的にもすごくいい方し楽しかったんですよ、ね、これ実際にこう監督さんも合わせるのがすごく難しいということなんですけど、 そうですよね、それもこれですよね、うん、2、3回でもう撮影が OK が出たと。はい、ビデオを見るとなんとか上から何か雪みたいな雪が降ってるみたいな感じで撮ったんですけど、はい、編集して逆プレイしてそこでは下から全部上にバーンってやってる、そういう演出も入ってたんですね。はい、ビジュアル的に監督さんも自分に話して新しい雰囲気で表現したいなと言ってましたね。なるほど、まあ、今回そのミュージックビデオこれやっぱり大変だったなという改めてありますか？まあ、大変じゃなくて音楽的にはすごく、特にこの曲は、まあ、撮影した時にもめっちゃ寒かったんですから、はい、早めにファンの方に、まあ、歌いたいな、早く発売したいなと思いながら、はい、早くみんな編集までよろしくお願いしますと言って、まあ、思ったことよりは早くに出ましたので良かったんです。さあ放送始まって20分経っていますが、コメントがなんと3万を超えました。ありがとう。そしてハートが、こんなことありえるんですか？97万4600。すごいですね。すげえ。もうすぐで100万人です。うわー、月曜日の夜にありがとう。いつも ライブも週末には全然しなかったのに。まあ月曜日にありがとうね。いやもうまだ止まらないですね、コメントのこのスピードは。あ、多分このビデオを携帯で見る人はキャプチャーもできるんじゃないんですか。あ、まあ、夜、はい、はい、してる中かもね、みんな見ながら。すごいですね。でもやっぱりごめんなさい、もうハートと絵文字しか目に入ってこないんですよ。あまりに早くて。でも大好きっていうのもありますね、はい、大好きって、ああそうですね、絵文字でコメントしてくださると非常に見やすいかもしれませんね、うん、ありがとうございます。3曲振り返ってきましたが、うん、チャン・グンソクさん2016年ツアーも行ったんですよね。ツアー、はいはい、はい、チャン・グンソクエンドレスサマー2016、うん、まず7月5日6日、はい、2days 東京代々木第一体育館、そして7月19日20日、2days 大阪城ホール。暑くなかったですか？暑かったんですけどやっぱり夏が好きだったからエンドレスサマーというタイトルもすげえ良かったし、そしてドラマの撮影期間が今年すごくいろいろ忙しかったんですけど、2月から6月までずっと撮影現場で、うちも全然行けなかったし忙しかったんですから、その瞬間にもずっと早く日本にいてライブ行きたいなと思ってずっと待ってたんですよ。でついに、はい、ドラマが終わってすぐ、次の週になって日本に来てみんなの前で、まあ、自分が好きな夏にライブしてて、まあ、すごく喜んでたし自分自身も、まあ半分この1年の半分はドラマのキャラクターでずっと撮影してたら、多分あと半分はもっとジャン・グンソクの歌手のライブでのステージを作りた方が、まあ、すごく楽しかったし、まあ、喜んでた人みんなにも、まあ、ありがたいだし、うん、はい、さらにサウンドプロデューサービッグブラザーとクラブサウンドに特化したユニットチーム H としても10月12日にアルバムモノローグ発売、そしてツアーもされた。多分僕が生まれて、はい、今まで芸能界に入って仕事してたの中で、はい、1年にプロモーションビデオを4編以上ぐらい撮ったことは初めてのだったんですよ。多いですよね、はい、シングル1曲、そしてチーム AC の1曲まで。まあ本当に体力は大丈夫でしたか？まあ、体力的には韓国では30歳になってまだ、まあ、体力的には大丈夫だったんですけど、まあ、すごくプロモーションビデオが多かったんですから、まあ、自分も一人でうちで YouTube を見ながら、うわ、本当にいっぱい撮ったよね、撮ったなって思いました。何か普段から体力を維持されるために何かされてることってあるんですか？ニンニク注射、点滴。あ、
はい、知ってるんですか、はい、やっぱ違いますか。違いますよね、まあ、20代には全然知らなかったけど、はい、今年から完全に違うなと思います、ね、やっぱりそういう部分も気をつけるように、はい、10月16日17日 2days こちら大阪大阪城ホール、10月26日27日 2days 横浜アリーナ、うん、さらにちょうど先週多分今視聴者の方も行かれたと思いますが12月15日、うん、16日 2days で代々木第一体育館の追加公演、本当に2016年お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした多分みんなのおかげで全部成功できないツアーだと思います、はい、やっぱり2016年も本当にもうスタートからずっと忙しかったですか。本当いろいろ1年は忙しかったんですけど、うん、やっぱりそんなにファンの方にもっと近くに、行ったんですから、それで自分自身も満足してたし、今年は本当に後悔しない1年になったかなと思いますよね、はい、チャン・グンソクさんと2016年振り返ってきましたが、ここでグンチャンサンタがはい、来てるという情報が入ってきましたが、はい、行ってきます。ぐんちゃんさん、あれ、ジャングルソクさんどこ行くんですか。ぐんちゃんサンタ、あれ、ぐんちゃんサンタが今日来てるそうなんですけど、あれ、あ、やっとコメントが読みやすくなりましたね。スピードがちょっと緩くなりましたよ、僕のワンショットが映るようになってからどこ行ったのとか、サランヘイを、あ、よく見える、よく見える。いやー、視聴者の皆さん、わかりやすいなー。いやー、早く戻ってきてください。チャングンソクさん。いやー、どこーとか、着替えてるんじゃないのーとか、あー、どんどん早くなってきましたね。コメントも4万をついに超えました。いやー、ぐんちゃんサンタ楽しみですね。ハートは、なんと、143万。1016、ついに140万超えました。あー、見やすい見やすい、コメントがすごく見やすい。入りました。うわ、あ、ぐんちゃんサンタ、おかえりなさい。上着も変わっちゃった。あ、もう登場した瞬間にまた読みにくくなりましたね、はい、さあ、ということで2016年締めくくるあのコーナーに行きましょう。チャングソクさん、いや、ぐんちゃんサンタお願いします。ぐんちゃんサンタのプレゼント抽選会、イエーイ。皆様大変長らくお待たせいたしました。これよりぐんちゃんサンタによる抽選会をスタートしたいと思います。まずは軽賞ぐんちゃん私物プレゼントの抽選です。はい、一回家に戻って改めてまた持ってきたという、直接持ってきました、はい、さあ、え、どうしたんですか。え、トナカイさん、トナカイさん、トナカイさん急にどうしたんですか。こちらがちょっとぐんちゃんサンタ見てください。おお、もうパンパンです。これ一袋で終わってないんですよ。お腹パンパンじゃないですか。まずはおピピおピピ、どんな私物をプレゼントいたしますか。先に先、うん、大切にしてたネックレスから。ネックレス、はい、見せていただいてもよろしいですか。はい、今パンパンのトナカイさんがゆっくりと、はい、ゴールドのこちらのネックレスですが、はい、なんか思い出があるんですか。これってあのジバンシのネックレスなんですけど、はい、やっぱりあと普通に買い物するときアクセサリーとかネックレスとかを自分で買ったことがないんですよ、はい、普通にファンの方からずっとプレゼントをもらって、そこで好きなタイプを探していつもやってたんですけど、はい、これは僕が何とか理由は知らないけど買い物行ったとき自分で歩いてこれを直接買ったアクセサリーなんです。かなりいろいろあるアクセサリーの中では、うん、貴重なものということですよね。そうですよね、金もめっちゃキラキラだし、はい、ちょっと近くで、はい、よろしいですかカメラさん、近づけますかね。ゴールドのジバンシーですよ。ジバンシーの、これは何を表してるんですかね。ソフトクリームのコーンではないですね。ではないではないですけど、はいはい、でもかなりかっこいいデザインの、こちらのネックレス、どなたに当たるでしょうか。するとこう、あ、実際にして大丈夫ですか。はい、はい、こういうふうにいいですね。
二重になってるんですね。これを見て、うん、あの女性の方にもすごく似合うんじゃないのかなと思って、いいですね、持ってきました。ではたくさん届いたおはがきの中から1枚取っていただきましょう。ああもうコメントでも欲しいとかキャーとか欲しいかみんな、私にもいろいろなコメントが届いています。さあどなたが当たるのでしょうか。すごいですよね、これ一袋だけじゃないですからね。重いですよね。はいはい、お願いします。なんと、うん、高知県松本さん当選おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。高知県ってどこですか。四国。四国、四国。あ、四国、はい、めっちゃ遠いんじゃない。かなり遠いですよ。高知県まだ行かれたことはないですか。行ったことないですよね、はい、高知県の松本さんにネックレスプレゼントいたします。おめでとうございます。おめでとう。あ、でもファンの皆さんも松本さんにおめでとうというコメントがたくさん届いてますね。はい、こちらのジバンシーのネックレスプレゼントいたします。では2つ目何でしょうか。2つ目はスカーフです。スカーフ、これでは、はい、これも自分が直接買い物した時買ったものなんですけど、4年前にフランスに行った時パリで、歩いて買い物しながらペットンとかカラーを見てすごくかっこよくて自分で直接買ったものです。実際に使われたこともあるんですか。はい、はい、多分ファンの方が僕の写真とかいっぱい持ってるんじゃないんですか。多分その写真でも何年前かいっぱいやったことありますよね。へえ、はい、ああいい匂いする。本当ですか。ああ、シャングンソクさんの香りが香りが染みついてますね。はい、これは喜ぶんではないでしょうか。クリスマスにもいいアイテムですよね。ホットアイテム、色も、はい、素晴らしいですね。ちょうど表裏で2色のデザインになってるんですね、はい。それだとあの砂漠を砂漠を歩いているチャングソクになってしまうのででもいいですね、そういう使い方もできるし、首に、まあいろんな、まあ、この寒い時期巻くこともできるしということで、はい、これもあちょうだいちょうだいと、クンクンっていうコメントもありましたね匂いを嗅ぎたいんでしょう。あ、さあどなたに当たるでしょうか。ぐんちゃんサンタそうお願いします。一つだけ、はい、みんなにあげたけど、はい、お、福岡県。福岡、あ、僕と同じ名字ですね。お、 F から始まる藤原さん、おめでとうございます。メリークリスマス。藤原さんにはスカーフ、ほんと豪華ですね。あれ、これまだあるんですよね。うん、まだあります。もう一つ、ま、3名様ですから。さあ最後はどんなプレゼントでしょうか。3回目はシャスなんですが、はい、多分自分の体と一番近い近かったアイテム、汗とか、うわ、本物、はい、毛とかが入ってる毛脇毛とか、何とか入ってるシャス。そんな、いや、とても貴重な、はい、これは、長袖の T シャツですね、丸首の、はい、で、裏の生地も裏肝になっていて、うん、暖かそうですね。ヴィンテージっぽい、はい、シャスなんで。これはどんな時によく着られてたんですか。これですよね、いつもあのこのブランドが好きだって、バルマンという、はい、あとブランドが好きだって、なんとか2年前とか3年前に買って、冬にめっちゃ暖かくになれるシャツです。常に毎年寒くなると着てらっしゃった、はい、この長袖の T シャツ。おー、いい匂いする。いいですね、この長袖の T シャツもいい香りがするそうです。あー、もうやばいとか、なんだったらなんか毛をくださいというの、コメントもありますね。毛なんてないですよ皆さん。どこあるか、欲しい。あ、ないです、ない、探さないでください毛を。Xスモールです、はい、あ、サイズは X スモール。いっぱい食べました人はダメですけどでももう分かんないです、もう着られないですよ、はい、まあ、でもダイエットすると十分に挑戦できるんだと思います
それではこちらの貴重なまた丸首の長袖 T シャツ、どなたに当たるんでしょうか。まあ、もう視聴者の皆さんも緊張しながら待ってるんではないでしょうか。あ、神奈川県久宗さん、神奈川県久宗さんです。おめでとうございます。以上、ぐんちゃんサンタから3つの私物をプレゼントいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぐんちゃんサンタは何かクリスマスにもらいたいものとか、もしくは今までもらった中ですごいこう嬉しかったもの、テンションが上がったものとかありますか。テンションが上がってない、はい、子供の頃もでもいいですし。そうですね、普通の人間とは完全に違うし、はい、私は子供の時から お母さんとかお父さんからクリスマスになんとかもらった瞬間が全然なかったんですよ、プレゼントとか、はい、それが、友達の家を見るとみんながパーティーしながらなんとか靴下の中にプレゼント入れてあげる、はい、あげる方じゃないんですか、はい、私は全然そういう思い出がないんですから、いつもクリスマスの時には寂しかったんですよね、子供の時から。逆にこう大人になっていろいろとこういうクリスマスイベントとかするようになってから、うん、そうですね、やっぱりクリスマスの時は一人だけいることより友達のみんなでなんかパーティーしながら自分が一緒に直接作った料理、はい、お料理をみんなと食べりながら、まあ、クリスマスの雰囲気キャロルを聴きながら、うん、あ、いいですね、そういうパーティーすることが欲しいなんですけど、今年の計画とかあります？今年はもう一人でチキンですかね。残念ながら私は、はい、今年、はい、引きこもりです。あ、じゃあ同じですね。同じですね。よろしかったら一緒にまた男二人で、はいはい、なるほど。じゃあまた2017年はこうどんな、うん、何か計画ありますか。こんな年にしたいとか、どっか行ってみたいとか、プライベートで2017年、先、はい、冬が終わる前、はい、北海道に行きたいんですよね。冬が終わる前、はい、寒いですよ。スキーを好きだから、スキーとかボードを乗るため、はい、北海道絶対行きたいし、そして来年はもっとプライベートの旅行で、最近はほとんど行ったことないですし、はい、1年はすごく忙しかったんですから、うん、来年はちょっと自分でゆっくり充電もしながら、うん、あ、北海道出身の方じゃないですか。北海道に来てくださいとか、トウモロコシとか。トウモロコシだね、一番有名。有名みたいですよ。じゃがいもも有名でしょ。なんですか、じゃがいも。じゃがいもも有名ですね。行かれたことはあるんですか。いや、行ったことはありますけど。行ったことはあるんですね、うん、冬の北海道は。冬の北海道ってスキー場行ったことあります。友達と男3人 でそれでまた行ってみたいという気持ちが強くなったんですね、うん、またいですね、はい、すごく景色とか綺麗じゃないんですか、うん、確かに、まあ、この時期寒いですが魅力的ですよね、北海道。さあ、これで、軽賞の抽選会は終了。ここからはよろしいでしょうか、視聴者の皆さん、 J 賞ぐんちゃんサンタからの生電話。イエーイ。もう早速大丈夫ですか。最初に電話をつなぐ人を抽選で決めたいと思うんですが、抽選方法は先ほどと同じように、またトナカイ、お尻パンパンだよ、お尻パンパン。お腹、お尻全部おぴぴおぴぴおぴぴパンパンなトナカイが持ってきた、はい、このまたたくさん届いたハガキの中から選んでいただきましょう。で、選んで直接電話しますよね。直接電話します。今これ生配信で行っていますから、視聴者の皆さん、うんうん、焦って電話終了ボタン押さないようにしてください。はい、選びました。はい、大阪府の奥田さんです。大阪府の奥田さん、電話番号書いてありますので奥田さん、かけていただきましょう。いいですか、コール5回までです。5回鳴っても出なかった場合は次の方へ、チャンスが移りますのでご注意ください。さあ、どなたでしょうか。おい、奥田。いやいや、怖い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 、ちょっと優しくお願いします。声聞きたいから早く電話もらってね。奥ちゃん、はい、お願い。いいです、いいです。コメントもそう言ってる間に6万2000をすごいですよね、みんな突破しています。ねえ、おなぎりみんな本当にありがとう。もう
おめでとうとか親分っていう、はい、親分って呼ばれてるんですか。ニックネームでうなぎたちの親分。親分、はい、さあ今スタッフさんが電話をしていますが、で実際にあの奥田さんつながったら公開だよ。時間はい限られていますから、いっぱいチャン・グンソクさんに伝えたい言葉を全てぶつけていただけたらなと思います。緊張しませんか？楽しみしてます。楽しみ、うん、早く声聞きたいね。あ、いいですね。どんなお話をしたいですか？ファンの方が僕から直接聞きたいな、うん、はい、一言とか。あ、うん、なるほど。チャン・グンソクさんに言ってもらいたい言葉とか、うん、そういうことですね。実は何年前まで直進ライブって、自分のスタジオで一人で作ったラジオがあったんですけど、あの時にファンの方からメッセージとかいただいて、今電話が電話したことあります。電話かかってますね。ここ電波悪いかな。まさかの。ん、ええ、何ですか。モールス信号じゃないんですよ。モールス信号じゃないんですよ。あ、かかってます。ん、うん、多分直のスタジオだからちょっと電波が悪いかもしれないけど、はい、もう一回もう一度やりましょうか。奥田さんも多分今見てくださってると思うんですが、選手ライブ終わってまだ喉が本当に痛いですよね、うん、ね、あ、ライブで、はい、声が全然出ない。どうか、なんか温かい。あ、あ、1回2回何やってる奥田。もしもし。もしもし。聞こえますか？奥ちゃん聞こえるよ。ありがとうございます。こんにちは。今どこですか？今お家です。うちで一人で見てた？お母さんと見てます。あ、そう。自己紹介お願いします。ぐんちゃん大好きな大阪のあやかと言います。はい、彼氏いますか？いないです。一人暮らしですか？ぐんちゃんだけ。ぐんちゃんが大好きです。一人暮らしですか？家族と暮らしてます。以上でした。ありがとう。いや、まだまだ早い。まだ終わらないんですよ。まだ終わってないです。いいじゃないですか、ご家族と住んでらっしゃるで、はいはい、お母さんにも挨拶お願いね。はい。はい。ぐんちゃん。はい、こんにちは。こんにちは。ぐんちゃん、かっこいいよ。ありがとう。また韓国遊びに行きます。はい、ぜひ来てください。この前のライブも見に行きました。たくさん良かったです。そうなんですよ。今度にもぜひ来てください。はい。ありがとう。奥田さん、はい、時間が来てしまいました。ありがとうございます。これからも応援します。ありがとうございました。奥田。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しいね、これ。やっぱりこう熱が伝わってきますね。自分もテンションが上がってますよね。はいはい、このようにあとお二方電話つなげたいと思います。ではハガキの方お願いします。はい、日本今全国でみんなが画面見ながら待ってる時間めっちゃ楽しみ。すごいですよね。スマートフォンさえあればどこでも見られる。偶然ですね。大阪府宮地さん。宮地さん、はい、宮地さん、電話番号添えられています。今東京より大阪の方がもっと寒いかな。どうですかね。でも最近、ま、東京もそうですが非常に暖かいですね。暖かいです。あ、大阪も暖かいそうです。最後の大阪は10月だったんでしょ、ライブの時。はい、もっと行きたいんですよね、大阪。大阪もお好きですか？好きです。ナイザマントの本社がみんな大阪人なんで。あ、かりました。1回。もしもし。早いですね。おめでとうございます。こんにちは。こんにちは。お名前。お名前は、自己紹介お願いします。はい、宮地千恵です。宮地さん。宮地千恵です。
みやじ、みやじさん。はい。チェ。とにかく、時間がないんですよ。1分しかないんですよ。で、逆に、ね、チェさんが僕に気になることとかあったら、話してください。気になること、気になること。あ、ないの。すいませんでした。いや、言えば、一番したいことは何ですか？え？今一番したいことは何ですか？一番何？今一番したいこと。したいこと？君とキスしたい。宮地さんどうしました？大丈夫ですか？宮地さん、宮地さん、はい、もうすぐ時間ですよ。もう1分しかないよ。もう話したいこととかある？宮地さん最後に一言お願いします。ずっと応援してます。チームナビ大好きです。はい、すぐ大阪に行くね。待ってます。宮地さんおめでとうございまーす。いやちょっと過激なコメントが1分経ってちょっと短いじゃん。いやもうあっという間でしたね、はい、さあもうコメントでもやばいとかあキスプリーズキスプリーズと出てますね。投げキスこう皆さんからもらったカードの中で全部電話番号とか入ってるんですよね、はい、電話番号入ってます。これ韓国持っていって俺自分の携帯で電話するんですよ。いちいちなんとか一人でああなんとかしたいなという時ファンの方と直接SNS より早いじゃん一台一台で。いやそれも貴重なプレゼントだと思いますが、今日は3組のみということなので、もう残る1組はい最後の一人様はい、お願いしますとかかかってきてという、願いが込められています。お、関東ですね。埼玉県埼玉猪瀬さんおめでとうございます。埼玉県猪瀬さん埼玉だって、はい、面白いな思い出があるんですけど。お、埼玉、埼玉に住んでる友達がいますよ日本人の、はい、でもアイスのニックネームがダザイタマです。なぜ？ダザイタマなんとかも知らないけどニックネームは初めてからダザイタマだった。自分で言ってるんですか？はい。俺ダザイタマ。ダオイダザイタマです。あ、かった。猪瀬さん。三回。四回。え？ダザイタマダメや。あー！埼玉県猪瀬さんトイレ行ったのか。これは胸が痛いだろうな。残念だね。着信履歴を見て、はいはい、多分驚くと思います。残念だ ねじゃあもう一人もう一人ですねバイバイもう5回ですからね猪瀬バイバイお、ここも行かれたことあるんじゃないでしょうか。愛知県愛知県杉本さんおめでとうございます。愛知県杉本さん杉本さんはい愛知県名古屋名古屋名古屋は今年行ったことないでしょう。今年はないでも行ったことはある、うん、全国ツアーでも、はい、ひつまぶしが一番有名なところじゃないですか。いいですね。豊田とかパチンコもいっぱいあるやっぱりあのうなぎお好きですか、うん、まあ大好きなんですよね。おいおいおい。すみません。杉本！おめでとうございます。さあ1分しかありません。1分しかありません。おい杉本！ずっと会いたかったお前が。ありがとうございます。ね、杉本さん。大好きです。ありがとうございます。1分しかないんですけど。はい。けんちゃんだって魅力だって3つぐらいお願いします。ちゃんかさんの魅力。魅力ですか、はい、かっこいい、かわいい、かわいい、顔が、サンドさん、そんなことありません。すみません。サンドさん、そんなことありません。杉本さん、そんなことないですよね。今、緊張からですよね。あと1個お願いします。あ、すいません。はい、すごい、大好きです。頑張ってください。あと魅力あと1つ。頑張っては頑張るけど、魅力はもう一つ探してくれ。あ、魅力ですか、はい、魅力、すごく楽しませてくれるので大好きです。あれ、杉本さん、ありますよ、あります、あります。ひどい杉本さん、時間がありません。あ、
すいません、なんかびっくりしちゃって、すいません。なんと出てきませんでした。ありがとうございました。チャングソクさんの魅力、かっこいい、かわいい、2つということで。まだ電話連結中でしょ。もしもし、まだ、はい、杉本さん、あーもう、あーもうか、出ちゃいましたね。永遠にバイバイだね。いやいや、そんなこと言わないでさ、ずっと何かお伝えしたいことがあったの、聞きたかったけど。3つ目を逆に、あとファンの方は僕に聞きたいの一言とか話してあげたかったんですけど、やっぱりあの生のチャン・グンソクさんの声を聞くと、はい、やっぱりもうずっとこういう質問しようかなと思ってたのがやっぱり忘れてる。そうですよね、みんな緊張してたんですから。はい、はい、いや、もう時間的に余裕あるともう一回やってみてもいいですか。あ、やりましょう。大丈夫。おお、しましょう。ここでなんとサプライズ。俺の魅力はまだ2つや。さあ今、まだ2つや。視聴者の皆さん、コメントにも、お前よく考えて。同じく、ああ今度は出てほしい、埼玉県信濃さん。埼玉県信濃さん。信濃。信濃さん出てほしいですね。先ほどの埼玉の方は残念ながら出られなかったということなので、はい、まだ出されてもらえます。ぜひ信濃さん。やっぱりチャン・グンソクさんの魅力、魅力って今まで2つ、はい、かっこいい、かわいいしかなかったんですけど、はい、かっこいい、かわいい、はい、そして最後何なのか。さあ、つながるでしょうか。お、もしもし。おめでとうございます。はい、こんばんは。しなちゃん、はい、元気だった？元気です。ずっと会いたかったよ。ドキドキ。ねえ、しなちゃん。はい。チャン・グンソクの魅力って5つだけお願いね。5つ。はい。声がいいし。ダメなのか。無理か。スタイルいいし、お顔も素敵だし、はい、目も綺麗だし、ヘアスタイルも最高です。ファッションセンスも最高。もう数え切れないぐらいいっぱい。ありがとう。すげえいい言葉だったよね。目が綺麗だって、うん、あ、好きな言葉なんですけど、スラスラと5つ出てきましたね。信濃さん、もし私から生声で聞きたいのとことかあります？聞きたいこととか。もしもし。はい、もしもしですか。聞こえますか。信濃さん、信濃さん聞こえますか。ちょっと電、あー、終わっちゃったのな。残念。終わっちゃったね。これ楽しいね、みんな。本当に、多分俺だったらすげえびっくりしたかもね。いや本当に、はい、いや多分驚いたと思いますよ。さあ以上で、ぐんちゃんさんとの生電話抽選会でした。楽しかった、みんなありがとうね。お、コメント8万ぐらい。もうコメントはもう8万、もうすぐ超えますね、はい、さあ時間もそう、もうお別れの時間が迫ってきましたね。チャン・グンソクさん、最後にお知らせありますか。はい、今年はすごく日本でも韓国でもそして中国でも、まあ、直接いたり来たり忙しいな1年になりました。それはみんなからのやっぱりおかげで、十分にまだやりたいこととか、みんなと一緒に作りたいことを全部、公開しないためすごく頑張ってた1年ですけど、これからはもっと、みんなにどんどん近くに行くため、まあ、いろんな新しい仕事とかドラマでも、活躍するからぜひ楽しみにしてください。そして風邪ひかないでね、ひかないでお願いします。また2017年は日本にもたくさん来てくださるんですか。うん、そうですよね、多分まだ話してる中なんですけど、はい、全国ツアーを直接やって、はい、もう近くに行きたい行きたいという気持ちで、今日皆さんからのいろんなメッセージもらったんじゃないですか、はい、いろんなところまで直接行って、みんな会いたいんですよね。なるほど、はい、ということは今日コメントしてくださった方はそれを直接もう声に出して、うん、チャン・グンソクさんに伝えていただけたらと思いますね。はい、はい、うん、ありがとうございました。12月14日チャン・グンソクさんユニバーサルミュージック遺跡第3弾シングル抱きしめたいリリースされています。ぜひ皆さん聴いてください。では最後に一言、最後に一言お願いします。最後の一言、はい、多分
皆さんから、すごく大きな応援をもらって、逆に僕がみんなのため何とかできるか何を、やってあげられるかなを、思ったことが最近うちでずっとハマってるんですから、はい、来年の1年もよろしくだし、そしてクリスマスにも幸せでね。僕は引きこもりなんですけど、みんなを、レターを持っていて電話するんですから、そしてジャン軍則の魅力をいつも誰かが気になるとすぐなんとか答えするためずっと覚えてください。もう書いといた方がいいですね。そうですよね。もう体に、まあ、タトゥーとか、はい、いやいやそう痛いですからなんかサインペンとかで書いといた方がいいですね。タトゥーでいいやん。いや本当にジャン軍則さんありがとうございました。はい、今日は楽しかったです。はい、はい、そして、本日司会進行を務めさせていただいたのは F から始まる藤原智樹。最近ツイッターも始めたのでぜひ皆さんフォローしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバーイ。行こう。